息子はずっと携帯電話を欲しがっていたのですが、中学生になったらねと我慢させていました。私が一番心配なのは、息子が携帯電話で課金ゲームをしないかということです。もちろん約束事はするつもりですが、今までもテレビゲームで遊ぶ時間を決めていても、約束を何度も破られているのです。 携帯で課金ゲームなんかにはまってしまったら大変なことになりそうで本当に心配ですというメールを神戸市ラジオネーム関西インコさんから頂きましたあーこれはいやこれは親御さんは心配ですね 本当ですよね。これなんか、僕も耳にするけれども。課金ってあの、お金をそうなのよ。つぎ込む。なんかね、僕もね、詳しくわからないんだけど、何かこう、携帯のゲームわからないんやけども、例えば、こう、戦うゲームとか、ね、怪獣と戦うとか、そしたらなんか武器が、強い武器が欲しい。そしたらその武器が買えるとかなのかなそうなんですよね。お金で買うんですかみたいなんよ。 買わざるを得なくなるんですよね。ああ、そうのやっつけるために。買わなくてもできるゲームなんですけどね、はい,はいはい。だから、取るのもお金いらないし、そのゲームのアプリを取るのもお金いらないし、うん、で、別に、やるのは全然無料でできるんですけど、はい、あ、無料でできるんですできます。はい、できますけども、はいはい、だん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 エスカレートしていくごとに、はい、やっぱりその今、皆さんがおっしゃってる、うんはあ、その強い武器とか、はい、そんなんが、 あったら、もっと強くなれるのにってなってくるわけですよね。<ー>で、もう、子供さんなんか特に欲しいなってなってきますよね。あの、おもちゃが欲しいのと一緒で。はい、はい、はい、はい。だから、それでどん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 つぎ込んでいく。いや、これね、人間の心理、子供の心理、そして聞く話で怖いのはね。うん、結局、これがなんかこう、カード払いというかね。うん、そ,そういうことなんですね。はい,は,いはい、はい。そう、それで僕が聞いた話はね。 なんかこのおばあちゃんが、お孫さんにね、課金ゲームをせがまれて、それでおばあちゃんが自分のこのクレジットカードとかね、番号を教えてあげてね、うん、それでこう、お孫ちゃんがやったらね、もう十何万円、一ヶ月で。 とかね。はいはいはい。そしてまた、その、本当にしたからね、これ、なんかそういう、なんていうんですか、悩み相談じゃないけど、はい、そういう相談するところがあるみたいで、センターがね。はい、はいはいはい。それで、親が知らんかったと。うん、子供が勝手にやったことやと。うん、だから払わんでもええんじゃないんかとか、うんうん、なんかそういうこの相談がね、いっぱいあるみたいなことも聞いた。ね、だからこれ、社会問題になってるんじゃないんかな。なると思いますね、これは。うん。ね 心配ですよね。確かにね、こう、今の子供とさんはやっぱりこう、携帯電話も必要は必要な時代になってきてるし。なってきてますね。皆さんね、子供さん持ってますからね。うん。欲しいでしょ、う子供さんも。そうよね。そんな中で、まあ今まで中学校入ったらねって言うてて、やっぱりこれ、ね、中学校入るってなったら、ねえ。 でも、この、子供さんも、なんか、約束あんまり守れへん子みたいな <laughs> 書いてますよね。<laughs> <ん>余計心配ですね、ね<え>これは。<当>こんなん、もうとにかく、ちゃんと、<え>本当にきちっと。決め事をね、決めるしかないですね,、うんね。これもね、子供さんは子供さんの世界ありますからね、うんうん、またそんな話になったり、行ったり、するんでしょうね。でも、もうきちっとね、うん、やっぱり、 うん、もし、そんな高額な金額、はい、になったときは、もう携帯取り上げます、はい、と。うですね。うん、もうそれぐらいの約束よね。そうですね。約束としては。そうですね。うん、すねいやー、せやんけど。 これもう現代の悩みやね。そ、はい、うですね。もう僕らの時ってこんなゲームなかったもんね。お金使うゲームが、うん。インベーダーゲームぐらいしか。そう。学生時代にやっとそんなもんが出てきたって感じでしょ <laughs>、うん、そうですね。うん。でもあの時もやっぱりけどね、インベーダーゲーム。はい。はい、やっぱりハマってる友達おったよ。はいはいはい。はいはい、もうそんなもう一回ゲームセンター行ったら何千円って使ってる子おった。はい、そ,うそうです。いましたいましたいました。 だから、ま、あそんなと一緒か。でも、僕らその、本当もっと前の、本当の子供時代、っていうのはお金の使う遊びなかったもんね。なかったですね。もう、関係りしたり。そういうことですね。いや、本当あの、なかったですね。ね、順ちゃんなんかやっぱりそれこそゴム飛びとかじゃないのそうですね。うんうんうん。ね、なんか、やりましたやりました。ね、やっぱりこう、人と、友達と、時間に遊んで、そうですね。うん、それこそ怪我したりして、 そんなことでなんか大きくなってきたような。ーねーまたまあ、それもできない時代になってるっていうのも一つ問題ですね。いやー、えー、悲しい時代じ、うん、子供さん同士が外でもう簡単には遊んでおられないと。うそうなのよ。それこそもう、誘拐であったりね。えー、そうそう。 安心ね、できないですね。いや、もうとにかくこの子供さんが、まず安心できる。そんな世の中。そうやっぱり、ね、僕たち、やっぱり大人が、そうですね。やっぱり頑張って、そういう子供の安心できる世の中を作っていくことに、なんか僕たちも何か少しでも貢献できていけるようなことをしていきたいね。やっていきたいと思いますね。はい、ね。うん、いや、ちょっとね、こんな締めくくりになりましたけれども、うん、はい。まあ本当に、 きちっと約束ごとをしていただいて。そうですね。はい、はい。気をつけて遊んでもらえたらと思いますね。はい、ね、はい、はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも皆様のお悩み相談をお待ちしております。あ深夜の悩み相談今回のお悩み相談です。大川さん、純ちゃん、美和さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。 毎週楽しみに聞かせていただいてます。私も深夜の悩み相談にメールをしたくて、何か悩み事はといろいろ考えてみたところ、私には悩み事がないことに気づきました。<laughs> <laughs> 本当にいくら考えてもないのです。それで思ったのですが、私は変なのでしょうか何の悩みもない人なんているのでしょうか そういうメールを、坂井市、ラジオネーム、組紐さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。い羨ましいですよね。うん。っていうか、いや、嬉しいですね。あの、要は、このコーナーに、はいはいはい。何か書きたかったんですね、この方。でも、そういった悩み事ないな、みたいな。いや、もう、それで。 悩みになってしまってそれが悩みになってしまったいやこんな悩み並んどいてほしいですよいや悩みがないなんていいことじゃないんですかいやいいことでしょいや悩みやった苦しいですもんねいや本当そうよいやこの悩み事っていうのはね本当にそれこそもう最後の最後にはその自分で命を絶ってしまうようなねことになってしまうことにもなりかねないことでしょうそれが この方は、その悩み事がないということは、なんて言うんでしょう、その、おおらかというか、そうか、前向きで、前向きで、そして、まあ、それこそ、こう、捉え方考え方受け止め方受け止め方やっぱり、それが、本当にこう、前向きな方なのかななんて言うんでしょう、例えばね、例えばですよ、これは本当に、あの、言うたら、お金が。 あんまりなくて、うん、言うたら贅沢な暮らしができない。うん、ね、みんな、いい車乗って、はい、いい家に住んで、うん、って言うて、それがなんか自分にとっては、まあ悩みというか、うん、まあなんか、って思ってても、でも、それよりももっと、自分よりももっと、本当にそれこそ、 ご飯も食べれない方もおられるとか、やっぱりそう考えたら自分は幸せやないかと。そうですね。みたいな。要は、もうなんか考え方でまたこう自分を楽に持っていけるということもあるんじゃないのかな。ねえ。そうですね。いやいや、そう、そうですね。上を見ずに。上、あ、上を見ずにね。いや、そういうことですね。そう、上見たらリがないとか、なんか昔よく聞きませんなんか上を見たらリがないとかね。 下を見ても切りがない。みたいな。なんて言うんでしょう。だかこの方は、きっと、人間のできた方うんうん、うん。すごい受け止め方がね、<laughs> ね、前向きに進んでいってるっていうかな。うんうん、これ、間違いかもしれないですけど、僕、昔に耳にしたことがあるのがね、はい、禅宗っていう、まあ、仏教の宗派ですね。禅宗という。その禅の、まあ、お坊さんっていうのは、<laughs> 頭で、 こう、解決していくじゃないけどね。あの、一番皆さんが知ってるんだったら、あの、漫画の一休さん。一休さんね。はいはいはい。ね。屏風の中の虎を退治しなさいと。はい。ね。その時の足利義満かな、将軍に。はいはいね。言われて、一休さんが。はい。屏風の書いたこの虎を退治せと。この縄で縛ってみいと。はい。言うて縄ボンと渡されるわけですよ。そうですね。そしたら一休さんが、禅の、禅問答やね、要は。うん。それで、わかりましたと。ロープ持って、 こう、虎を捕まえる準備してね。うん、準備できましたから、将軍様、虎を追い出してください。うん。はい,はい。将軍さんが、何言うとんねんと。絵に描いた虎、外に出てくるわけないやないかと。まずは出てこない虎を捕まえれませんって。<laughs> うん。まあヘリクみたいな。はいはい、はい、要は、本当にやっぱこう、考え方で。はいはいうん。そうですね。うん。うんだからきっとこの方、悩みないっていうのは、はい。本当にそういう考え方が、 なんか全部整った方じゃないのかなそうそうですよね。いやもう逆に悩んでほしくないですね。そのことに、そのことに。本当ですよ。全だからこれ簡単に終わってしまったけど、変なのでしょうかと。変じゃないということですね。変じゃないです。全然変じゃないです。ねはい。じゃあもうこれで、はい。お悩み相談解決ということにさせてもらってよろしいんじゃい。はい。これからも皆様のお悩み相談をお待ちしております。 広瀬さん麻生淳。